将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思う内容を作成しました。8月4日金曜日に第71期王座戦挑戦者決定戦が行われ、藤井聡太七冠が豊島将之九段に勝利し挑戦権を獲得しました。藤井七冠が王位を防衛した後に王座を獲得すれば全タイトル八冠を保持することになります。挑戦権決定戦は緊迫した戦いとなり、多くの将棋ファンが中継を見ながらドキドキしたことでしょう。最終盤に生じた豊島九段の勝機は幻の変化として消えていきました。もし豊島九段がその手を指していたら、幻の変化には4連続妙技という驚きの手順が待っていました。ここから解説していきます。ヤフーニュースの記事です。最後まで見てください。149手目の桂馬打ちの図では、自玉の受けが難しくなった藤井七冠が王手を続けています。この6、7、桂馬の王手に対して後手は5、4、玉と逃げるのが正解でした。実戦は6、5、玉、6、6、歩、7、6、玉、9、8、角、8、6、玉、7、7、銀と進展しました。後手の玉は際どく詰みを逃れているのですが、最後の手である7、7、銀が攻防に効く絶品の一手で、相手の玉に王手をかけつつ自分の玉の詰み6、8、飛を防いでいます。以下8、5、玉に3、4、竜と香車を取りながら詰めろをかけて7、7、銀の効果で自玉が安全になった藤井七冠が勝利を収めました。149手の図で5、4、玉と逃げる手は3、4、竜と香車を取られながら王手をかけられる手です。しかも詰みを逃れるためには3、4、竜に対して4、4、銀と貴重な戦力を手放す必要があります。他の手が明らかにダメ、詰みがあるなどではない限り普通は選ばない手です。両対局者とも5、4、玉は視界に入っていなかったようです。しかし意外にも5、4、玉が正解であり、豊島九段に勝機があったかもしれない変化でした。さて5、4、玉、3、4、竜、4、4、銀と進行した場合、後手から6、8、金の詰めろが残っており、後手玉に詰みはありません。そのため先手は受けるか攻防の手段を模索する必要があります。4、4、銀に対しては4、5、角、6、5、玉、7、7、銀が先手の後手順です。7、7、銀は6、8、金の詰みを防ぎながら同時に6、6強者の詰みを見せる攻防の手です。前述した7、7、銀がこの将棋では鍵となる一手です。先手の妙技で困ったようですが、6、6、歩と詰みを防ぐのが後手の妙技です。6、6、強者を阻止しつつ先手玉を追い詰めています。一方先手も6、6、歩に対して4、4、桂馬と銀を取るのが戦力を補充しながら角の道を通して自玉の安全を図る妙技です。4、4の銀は先ほど後手が泣く泣く打ったもの、この銀を取りながら攻防の手が指せれば勝ちとしたものですが、後手にさらなる妙技があります。それが4、4、桂馬に対する7、8、金です。7、8、金は前述した7、7、銀を同金で取れるようにしながら6、8、金打ち、同銀、同金の詰めろをかけた手です。7、8、金に変えて3、7、馬だと6、6、銀、同玉、
7、7、ぎゅ、6、5、玉、6、6、強者で後手玉は詰まされてしまいます。6、6、ぎゅに、7、6、玉は、7、7、ぎゅ、8、7、玉、7、6、銀打ち、7、8、玉、5、5、桂馬で詰み。すべての手が攻防手であり、一つの手をとっても一局の将棋に登場するかどうかというレベルのものです。それが4連続で現れるというのは、奇跡と言っても過言ではありません。将棋が決着を拒む、大きな一番にふさわしい手順で、神が用意したというのはさすがに大げさでしょうか。しかも、話はこれで終わりではありません。7、8、金に対して先手が最善を尽くすと、なんと互いの玉が逃げ出し合って入玉の展開に突入するのです。幻の変化には多くの妙技が隠されているだけではなく、将棋が決着を迎えることを拒むかのような展開も待ち受けていたのです。藤井七冠が八冠をかけて戦ったこの一戦は、後世に語り継がれるであろう重要な対局であり、内容もその重みに似合うものでした。リアルタイムで観戦された方にとって、長年にわたり語り草となる一戦だったでしょう。今年度名局賞の一番の候補かもしれませんね。最後にお願いがあります。2023年には藤井竜王名人が八冠を達成すると思う方に、また一般棋戦4つを再びグランドスラム、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。